今日はですね、耳コピ苦手だなっていう人はまあ多いですよね。耳コピはできるんだけど、早引きされるととか難しいこと聞かれるとよくわかんないみたいな人もいるじゃないですか。ね、もちろん僕もそうです。それに加えてですね、最近動画を上げるっていうのが流行ってるので、まあ、弾いてみた動画を上げたいとか、イベントのためにカラオケが欲しいとか、思ってもね、なかなか手に入らないじゃないですか。ね、ギター用カラオケなんでね。そこで強力なアプリが出てきましたんで、今日はそれをご紹介します。皆さんのお悩みが一発で解決すると思います。というわけでですね、こんばんは、バートマンです。僕はギタリストをやっております。ギタリストの傍ら書き込みギタラボというギタリスト専用のオンラインサロンなんかも運営しておりますので、概要欄の方からチェックしてみてください。さあ、改めまして、今日はですね、リップ X というアプリについてですね、ご紹介したいなと思っております。これはですね、何ができるアプリなのかというとですね、皆さんが必要とするマイナスワン音源とかですね、ボーカルを抜いたカラオケなんかが、ここが大事です。超簡単にできます。これは子供でもおばあちゃんでもできるぐらい簡単なアプリなんですよ。そこがすごい。しかもですね、機能はたくさんあって、難しいコードも簡単にわかるようになります。早いフレーズも別に耳で聞き取らなくてもですね、テンポを落とさなくても音名で出るので、すごくわかるんですよ。というわけでですね、今日はギタリストを手伝ってくれるというか、お助けしてくれる機能だけをですね、ザザザザッとご紹介したいなと思っております。で、こちらですね、企業案件なんです。企業案件。だからね、実はね、僕一回スルーしたんですよ。スルーした。なぜかというと、Apple Music、最近ね、Apple Music に登録するとですね、ボタンをスライドするだけで簡単にカラオケ作れるんです。僕みたいにですね、パソコンの録音機材を持っているとですね、昔からアイゾトープさんというところがありまして、簡単にですね、マイナスワン音源っていうのは作れてたんです。だから、いらないかなと思ってたんですけど、試しに使ってみたらね、めちゃくちゃ簡単で、この手軽さと音質の良さっていうのはですね、ちょっと珍しいかなと。しかもですね、ギタリストにとってはこの機能助かるなみたいな機能もついているので、これはちょっと他のアプリとちょっと違うかもと思ってですね、気に入ってしまいました。本当に気に入っています。そして皆さんのことを多分すごく助けると思うので、ぜひ最後まで見てみてください。さあ、それではですね、このリップ X のギタリストにとってとてもわかりやすいこの操作性をですね、ご紹介していきたいなと思います。まずはですね、マイナスワン音源の作り方です。自分のマイナスワンを作りたい音源を持ってですね、ズル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 とこのリップスという左上のところに入れるだけです。はい、そしたらですね、こういう風な画面が出てきます。まあ、いくつに分けるかみたいなことなんで、まあ、何も触らずにですね、リップというのを押してください。そしたらですね、勝手に解析が始まって、この僕の曲だと11分解析かかるみたいですね。で、これ11分待ってられないので、事前にですね、用意したものがあるので、そちらでやっていきましょう。さあ、これがですね、僕の曲、キュリアスリーツイステッドソウルという曲をですね、読み込ませた時の画面です。はい。この画面を見ながらですね、やっていきたいと思いますが、驚くべきことにですね、ここを見てください。ね、BPM、この曲のテンポを勝手に認識しております。勝手に計測してくれて、BPM を出してくれていますね。まずこれがすごい点ですね。そして、まあ、ちょっと流します。はい、こんな風にですね、ギターの音が入ってると思います。これをですね、簡単に消す方法があって、ここにギターとか書いてありますよね。ベースとかドランペットとか、この楽曲の中に入っている楽器がですね、もうバラバラに操作できるってことですね。なのでギターだけ途中で消してみましょう。いきます。します。消えました。こんな風にですね、ミュートするだけなんですよ。これすごくないですか。しかもですね、ソロというのがありまして、ソロボタンを押します。
な風にですね、他の音もちょっとこれは混じってしまってますけども、ギターの音だけを抜き出すことができるんで、ギターのコピーとかも簡単ですし、見ていただきたいのはですね、この弾いている音の横を見てください。鍵盤のところを見てくださいね。 G4 とか出てますよね。この音は何でしょう。 E フラット5とか出てますね。音の名前が明確に出てるんです。なのでその瞬間が弾かれているコードとかもですね、すべて音名でわかるんですよ。これすごくないですか。それではですね、このマイナス1を使ってちょっと演奏してみたいと思います。どんな感じになるのか聞いてみてください。という感じでですね、簡単にカラオケを作ってですね、練習することができます。それではリピート機能についてお話ししたいと思います。例えばですね、この28小節目のところから29小節目のところまでが聞き取れなかったとしますね。これが聞き取れない場合はですね、この曲のですね、音符がいっぱい並んでるところのバーを一回クリックしていただけると、28小節目から選ぶことができて、この上のですね、この部分ですね、ちょっとポインターも形が変わりましたね。この部分を、クリックして、こうやって横に広げてあげるだけでですね、ここをリピート何度もしてくれます。で、聞きにくい場合はですね、例えばギターのところだけをソロにしてあげれば、左側を見てください。左側を見ていただければわかるんですけど、使用している音が全部出てきます。めちゃくちゃ便利ですよね。さあ、それでは画面の上部を見てください。はい、コードがもう推測されてますよね。実際のところはまあ近いんだけどちょっと違うっていうコードが表示されてます。なのでここら辺はまあ今後ですね、アップデートが必要な部分かもしれませんけど、おおよそ合ってるので参考になるかも。あ、このコードってことはこのコードの可能性もあるかなみたいな、音楽理論がわかる人だったらですね、簡単にわかるでしょうし、まあ左側のですね、音符をしっかりと見ていただければ、どんなコードを弾いているかすぐわかると思うので、まあ非常にみんなのお役立ちにはなるんじゃないかなと思います。さあ、それではですね、ギターの録音もできるみたいなのでやってみましょう。もう簡単な話ですね。一番上の赤いボタンを押せば録音が始まります。テンポはですね、右上の端のですね、 BPM っていうところのテンポ通りにクリックがなりますんで、やってみましょうね。さあ、いきます。 1,2,3,4。はい、簡単に弾いてみました。そしてこのデータをですね、MIDI としても出力できます。上のですね、ファイルからエキスポートを選んでもらって、この中のですね、ファイルフォーマットを MIDI にします。そうすることによってエクスポート先にエクスポートすることができます。ギターで弾いたものがですね、MIDIとして認識されて外に外部に出せるっていうのはですね、非常に便利な機能かなと思います。というわけでですね、こんな風に直感的に使えるのが RIPX の最大の魅力じゃないでしょうか。ファイルを投げ込むだけ、こんなの誰でもできますよね。しかもミュートボタンを押せば簡単にマイナス1音源が作られる。しかもソロボタンを押せばですね、今まで難しかったギターソロの部分とかもはっきりと聞き取れることができるし、なんだったらその音わからなかったらですね、RIPX の鍵盤のところに音名が出てるんですよ。こんな便利なことないですよね。あ、皆さんのお役に立つんじゃないでしょうか。はい、というわけでいかがだったでしょうか。 RIPX めちゃくちゃギタリストの味方でしょね。これゲットしたいという方はですね、概要欄の方に詳細まとめてますんで、ぜひチェックしてみてください。というわけでですね、今日もご視聴ありがとうございました。気に入っていただきましたらチャンネル登録、コメント、高評価、ぜひよろしくお願いします。それでは。
はありがとうございました。おすすめ動画はこちらとこちらになっております。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。